ーニバルコミックス第10巻限定版特典 DVD スペシャルトーク。さあということで、カーニバルがついにテレビアニメ化されます。2013年春、いよいよついにアニメ化ということで、それを記念しまして、今回最新コミックスの限定版として、どこよりも早くアニメの情報をファンの皆さんにお届けしていきたいなと思っております。そして今回私と一緒に紹介してくれるのはこちらのお二人です。ではまず神谷さんからお願いします。瓦礫の声をやらせていただく神谷博士でお申します。以後の仕置きをありがとうございます。では続いて宮野さん。拙者ヨギの声を担当いたす宮野守と申す。以後の仕置きを。そして私内役の島野博と申します。いいかお見せよ。いい顔して。今日はこの三部署で、この三部署でお送りしていきたいなと思うとおります。三部署よろしくお頼み申します。声のレベルがみんな。待って待って。座談会の声のレベルじゃないでしょ。見てる人すげえびっくりしてると思いますよ。本当リラックスできたんじゃない？逆に。逆にね。逆にね。だってもう砕けてんだ。鼻の下超暑がってる。超暑いんだもんな。武士。武士やるとさ。武士暑い。武士は体温が上がるね。この作品に対する意気込みですよ。意気込みですよ。武士は。拍手するときこんな拍手の仕方なるんですね、武士だとね。硬いとこあるから。そうそうそう。二人の動きがね、完全にね、リンクした。リンクした瞬間の、その、面白くなっちゃった。あれは気持ちよかったですね。ごめんなさい、僕もうね、出だしで涙が出てきちゃった。本当に。いや、楽しいさ。もうチームワーク出来上がってますから。そうですね。まあ、もう随分長くやってきてますからね。はい、ということで、まあ、早速なんですけれども、カーニバルがついにアニメ化ということで。ほうほう。アニメ化について、ぜひとも、その感想をお二人に聞きたいなと。何を？いや、だからアニメ化についてです。アニメ化されて感想どうかなっていう率直な意見を、ぜひとも神谷さんから落ち着いてもう一度アニメ化についての感想を、もしくは意気込み、その他もろもろなんか思ったことを、すまぬ、もう一度言ってもらえる。何回もか。アニメ化ですね。本当にね、やるんですね。やるんですね。いや嬉しかったですね。嬉しかったです。だってこのドラマ CD に参加させてもらったのって何巻の時だったの？結構なんか巻が進んでて、しかもドラマ CD が途中からスタートするっていう、あ、そうそうそう、ちょっとね、一番最初じゃなかったんですよね。そう、入りづらい形だったんです。今ねだから話しますけれども、そうなんです。4巻から、そう、4巻の時にドラマ CD がついて、ね、なんか頭怪我してるから大丈夫だ。大丈夫、彼は大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫です。弓矢か。多分。恐ろしい。これちょいちょい入ってくるんですね。武将。武将。入ってくる。で、まあ途中からだったということもありまして、はい、でまあ二巻というかドラマ CD 的には2巻になるんですけれども、で一番最初の内容に戻って頭からやってという時系列順だったんです。そうですね。だからそれをまた改めて最初からちゃんと一番最初の時系列順でやれるっていう点ではものすごく、あ、そう、僕らも嬉しいね。嬉しい。はい、であとその一番最初にその4巻についたドラマ CD っていうのはもう何年前ですか？3年約3年前ぐらいとか、結構長くね、こう関わらせていただいてる作品ですし、そこからもう本当にコンスタントにこう何本も何本もね CD 出させていただいてるので、どんどんねやっぱり僕らの中でもこう自分のキャラクターに愛着もね湧いてきて、公演上公演上みたいなのがどんどん多分みんなの中で出てきたぐらいだったので、そこでのこのアニメ化っていうのはやっぱ非常に嬉しいですね。本当にね、なかなかこうドラマ CD でここまで続くっていうのもなかったし、ドラマ CD でシリーズみたいなやつもね、そう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 、確かにそうですね。なんかこう3巻ぐらいまではドラマ CD でねあったりとかっていうのは結構あるかもしれないけど、何巻ぐらいもね、6巻ですよ、ね、6巻か、6巻出るっていうのは、まあ、原作がこう出るたんびにね、ドラマ CD 出させていただいたりとかしてますから、そうですね、まあ、もう原作がこう続いていけばですよ、そしてもう結果今後もね、続いていくんじゃないかな、
アニメ化にもなりましたからね。アニメ化に繋がりましたから。そうですよ。もう先生様様ですよ。本当にね、すごいびっくりしました。もう本当こちらこそありがとうございます。ね、本当に。ごま、おい、それやめろ、それやめろ、それやめろ。そしてその顔もやめろ。はい、うん、神谷さんは何をやっているのかがもう分かんない。しょ。邪険だよ。邪険をなんで今このタイミングで出す必要があった？さあ、ということで、まあね、いろいろと、まあ、お話をね、回しがうまいんだもん、言っておりますけれども、まあ、今回ドラマ CD はね、音だけでしたけれども、アニメーションになるということで、まあ、様々なシーンがございましたよね。しましまだね。うん、あの、もう僕の服の話は別にいいんです。なんだったらもう、あげますから、後で。なるほど。もう、じゃあ、この宛先まで。違う違う、プレゼントにしないで、プレゼントにしないで。本当に送られてくるから、やめてください。やめますよ。やめますよ。あの、聞いてました？聞いてましたよ。ドラマ CD でやってたシーンがね、うん、アニメーションになるっていう風なところで、うん、なんかこう気になるシーンとかね、このキャラクターが気になるなとか、このシーンがどうなるのかなっていう。志村殿はどこが気になり申すか。私はそうですな、まあやはりブオーブオー出会えだから、うん、あの僕司会なのになんで気になっちゃったのか今え今他に誰もやらないから乗ってましたけど、うん、あの全然先進まないんで、じゃあ先進めましょう。いやだから僕はもう本当にねおいこれおい魂を抜かれるのかねえ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 やめてよ本当にすいませんいつやめてもう気になるシーン気になるシーンですよ、ね、アニメ化になってね気になるシーン。でもやっぱりなんといってもやっぱりもうファーストシーンですね。ナイちゃんがやっぱ出てくるところとか、そのやっぱり初めての開口シーンっていうのは気になりますよ、うん、そうですね。どんな風に可憐に登場するのか、ね、なるほど下野さんの声でなんだかんだ言ったってナイちゃんヒロインみたいなもんじゃないですか。ナイちゃんかわいい、ね、そうですね。ナイちゃんやばい、本当にね可愛らしいキャラクターなので。そうですね、そうなんです。アニメーションになるっていうのは、ね、そう気合い入ってくると思うんですよ。そうですね、初登場シーンは。そうですね。いやでもあと俺はつくもちゃん。あつくもちゃんね、うん、あのね、分かりやすくここすげえ長くなる、分かりやすく長くなる、やばい、かわいい。この特にこの、ね、これも見ていただければ分かるの、もう超かわいい、超かわいい、これも、ね、超かわいい、去ってしたいもんね、去ってしたいってどういうこと、去ってしたい、去ってしたい、もう その話後ででいいですか。こうすしもるこどうやって去ってたの、やめろー、手をつけろ、やめろ、つくもちゃんになんてことすんだバカ野郎、この野郎。これでも気になるのはヨギですね。おヨギ、ギヨが義勇、名乗りのシーンだったりとか、うん、あきらめき王子、きらめき王子、あといろいろとやっぱりこうそういう戦闘シーンとかでものすごくこう登場シーンが多いのはヨギなんじゃないかなって個人的に思ってて、そうそう、めっちゃ戦うもんな、うん、それが一体どういう風な形になるのかとか、確かに確かに、あと平戸さんが出すね女の子たち、女の子たち、帽子から女をよく出すって話、そうだね出るね、さーってそう、小野さんの帽子からは女の子がよく出る、出るね、はーっていうやつでしょ、うん、うん、そうだね、顔も含めてそうなのって、あの女性声優さんたちが、ね、一生懸命そうですね、ね、まあ今ね、あの僕さらっと言いましたけれども、まあ、ドラマ CD と同じキャストなのかってここに書かれてるんですけれども、違うんですか、違うんです、僕ら3人、いや僕ら3人は一緒です。あ、よかった、じゃあ他はどうでもいいや、おっとな、もう少しあのいろいろとおっとな、何でしょう、えオブラートに包んだものの言い方というか、ああそうか、うん、ものの言い方ね、うん、まあ、みんなでできればいいね。そうですね、まあ、あとあのつくもちゃんが遠藤さんっていう風なことと、あと小野さんが平戸さんだっていうままね、あ、うん、変わったんだ、じゃあ変わるんだ、変わってないですよね変わるのか、変わってないですよね、あ、変わってないんだ、変わってないです、ね、そのメンバーでいけるんだ、そのメンバーでいくと、よかった、うん、本当ですか、本当ですよね、嘘じゃないですよね、嘘でしょ、嘘ってあるんですか、このタイミングいや、わかんないよ、嘘だったら嘘って言っていいんだよ、本当です、ここの準備はできてるよね、こっちはね、うん、いいよ、本当です、本当です、本当に本当です、本当にないは下野さんなの、下野さんですよ下野さんです、そっかそっか、残念かそんな残念だったか、嬉しいな、嬉しいなと思う、うん、さあということでね、まあいろんな、ね、アニメの話でね盛り上がっておりますけれども、はい、うん、まあカーニバルのファンの方がね、やっぱりこうアニメ化になるということで一番気になるのは、まあ、どんなデザインになるのか、どんな映像になっているのかというふうなところなのではないかなと、いやー気になるよ、さあ華やかな世界をどうね表現するのかっていうところ、やっぱ一番気になるよ、でですね、なんとここで、うん、
今回は皆さんと一緒にアニメカーニバルのプロモーションビデオ、こちらの方が届いているということで。もうあるんですか？もうあるんです。そうなんです。すげえ。宮野くん目怖いよね。目怖い。そんな情報が入ってくると思わなかったんで。本当にマジびっくりだ。マジびっくりですか？マジびっくりっすわ。え、それもしかして今？今から見られます。マジで？本当ですか？僕らも初めて見ます。ボコちゃん、はい、ずっとカメラ目線だね。僕ね、うん、あれ大好きあれ大好きだよ。、うん、俺逆にね、あんま得意じゃない。あ、そうなんですか。あ、わかりました。じゃあ任せちゃってください。じゃあずっと宮野くんがね映ってる可能性がありますけれども、はい、ということで、はい、今回ここでこれから皆さんにぜひともご覧になっていただきたいなというところで、はい、早速 VTR の方スタート。おー、なんか始まったって感じ。本当に、おー、なんか緊張するんですけど。緊張しますね。わー、うわー、うわー、おー、走ってる。いや、走るでしょ。お、あれだ、4位。お、お、お、うわー、絵が超綺麗だ。めっちゃ綺麗だね。すげえな。え、ちょっとこれは本線の映像。映像ですよ。半端ないクオリティですね。このために作ったんじゃなくて、これやっぱ、うわー、きた、すごいね。4がれき、バーン。撃ってねえけど、うん、かわいいじゃん、かわいいね。うわー、かわいい感じすんね。お、虹だ。ほんとだ。ほんだ。かれんな感じすんね、なんかね。羊さんもいるよ。すげえビリビリ破れてるね。うわ、なんか痛そう。破れてるめ。うわ、うわー、あのシーンやな、これな。血管が浮き出るシーン。あー、おメガネの人。あ、あの帽子からね。あー、来たー。かわいい。くまちゃん。お、おー、すっげー、早っ。どうも。ヨギス。すでに当てたけど声違くね。ちょっと違う気がすんな。ヨギスって言っちゃってる。ビシって言ってたね。あら、かわいい。かわいい。ハードムースいっぱいつけて使って。やめてください、髪型の話は。あそこだけ固まってるもんね。うわ、羊とか超。いや、本当に誰この足、このクオリティなんだ、すごいな、うん、すげえな。これ現時点でこんなに色ついて動いてんの？すげえ。半端ねえ。半端ないっすね。ぼーっとしちゃうもんね、俺。うん、でもいいんじゃないですか、僕らも初めて見てるから。ほんと初めてなの？見入っちゃっていいんじゃないですか、これは。なんか大体こういうのって事前にこう渡してもらったりとかして見られたりとかするんですけど、今回本気で見せてくれないんですよ。本気で見せてくれないですよ。本番まで見せてもらってないから、これは早く声が入ったのを見たいですね。そうだねって思っちゃう、やっぱり。あらかわいい雲後ろ見ちゃった。あら、あ、な、な、あ、あ、ちょっと今さん、ちょっとお腹出しすぎじゃない？ちょっと、ちょっと、出てるね、相変わらずね。さっ、おー、セクシーアピール。セクシーやね。セクシーアピール。平戸さん、うわあ、らあらあら、おー、あー、おー、あー、なるほどなるほど。ひーちゃん、中井さん、違うよ。どうしたい？言いたかったのかな。言いたかったね。時期思いついた。時期くん。月たち、月たち。なんか言いたくなるな、もう。月たち。いや、みんなの声がもうでも聞こえてくるよ、すでに。そうね、もう長いことやらせていただいてますからね、うん、嬉しいね、なんか、ね、これ映像を伴うとよりやっぱり浸透していくじゃないですか、うん、だからコミックス読んでる時にその声でこうみんなに聞こえてくるというね、うん、そうですね、僕らこのクオリティでアテレ、アフレコできるってこと？そういうことだ。緊張しちゃう。今なかなかね、フルカラーでアフレコスできることが少ないですからね。でもよりだからリンクできるんじゃないですか、キャラクターとのリンクをもっともっと。確かにね。うわー、すごい、これ戦闘シーンやばい。へえ、これは楽しいわ。
すげえなー。すごいね。あらあら。あら、なんか魔法少女みたいなね。ね。なんかプリティでね。プリティだ。ナイは戦闘シーンないですからね。え、もう一回言ってもらっていいですか。もう一回言ってもらっていいですか。ない。ないは戦闘シーンないですからね。超面白いじゃないですか。それ面白いじゃないですか。どうしたんですか、シャミオさん。今日キレキですね。え、それないは戦闘シーンない。ない。さあ、ということでね。いやー、本当にすごかったですね。いやー、大変面白いものを見させていただいたなと。素晴らしかったです、ね、感動しました。いや、感動しましたよ本当にね。アニメになってこうなってほしいっていうのが想像の上をいく感じ、うん、その戦闘も派手になってほしいとか、うん、華やかなあのキャラクターたちが華やかにあの動いてほしいっていうのが、うん、本当に想像の上をいく動きをしていたので、うん、ね、感動しちゃった。ちょっとびっくりしたよね。びっくり、うん、そうか。なんかどうしよう、アフレコ全然始まってないけどすげえ緊張してきたんですけど。いや緊張したよ。いや、これいい緊張感なんじゃない、うん、そのピリッとしてしっかり俺らもこう芝居自分らの、ね、そうそう役割全うしようっていうのをさ、うん、ぶつけられるじゃない。本当にね、うん、いや そうしなきゃいけないぐらいのクオリティ。いやいや、やりましょう、うん、やりましょう。さあ、やりましょう。ということでね、本当に皆さんも実際ね、あのアニメ化、レギュラーが始まったら一体どういう風な形になるのかっていうのをですね、もう声が入ってきたらどうなるのか、ぜひとも楽しみに待っていただきたいなと思います。お願いします。さあ、そんなところで、まあいろいろとねキャラクター登場してきましたけれども、改めて、今度は各キャラごとの、設定がこちらの方を紹介しつつですね、各キャラクター簡単に、まあ、設定キャラクター自身のね、うん、その設定を紹介していきたいなと思います。はい、まずはこちらドン。はい、ないですね。はい、かわいい。かわいいですね、うん、はい、私が声を当てるということでございますけれども。何で笑ってるんですか。いえ、もうほんと今緊張しててちょっとね足元がなんかおぼつかない感じになってきてるんですね、うん、落ち着きがないもんね。そうなんです、落ち着きがね急になくなったんですね、うん、PV 見たら。どういう感じでしたっけ。で、ちょっとガレキー。おー、本物本物。大丈夫ですか、しもさん。大丈夫ですよ。はい、紹介いきましょうね。さすがだ。さすがやな。まあ、ない自身はですね、自分の名前と、家禄のこと以外はほとんど知らない純粋な少年、うん、彼には多くの謎が隠されています。そう、そうやね。やっぱこのないをめぐってのね、うん、お話だしね、うん、そうですね。原作を、知らない方も、まあ、実際にはいらっしゃるかもしれないのでね、うん、まあ、一体どういうふうな謎があるのかアニメの方で確認していただけたらなと思います。はい、ということでないでございました。はい、ピュアなんだよね、だからこそ。はい、では続きまして、はい、こちら来た。ガレキ。はい、ガレキ、お、かっこいいね。かっこいいよ、本当にかっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。すごいスタイリッシュ、そうね。はい、ガレキはですね、はい、ナイの持つ、腕輪を手に入れるために、うん、行動を共にしていると、うん、口は悪いが面倒見がよく正式な教育を受けていないが知能レベルがかなり高い。はい、いいやつなんですよ、うん、そうですね、意外とざっくり言うとね、口は悪いけど本当にいいやつですね。優しいよ、優しいよ。その優しいっていう情報も出しちゃっていいの。いいと思います。いいのかな。いいと思います。あれ、意外と優しいっていうのはドキドキするお客さんもいるんじゃない。いや、もうにじみ出てますよ。もう出てるか、この絵に出てます、もうすでに。いい感じじゃないですか。いい感じでございますよ。いいやつなんですね。これを神谷さんが、はい、演じられると。頑張ります。はい、あ、これは気合が入っております。はい。さあ、はい、ということで続きましてはこちらですね、ドン、ヨギ。ヨギ、はい、国家防衛機関サーカス2号艇党員、戦闘員ですね、はい、明るく正直な性格をしておりムードメーカー的な存在、はい、でもちょっとヘタレ、うん、泣き虫だったりね。そうですね、感情豊かですよね、うん、うん、でございますね。そのまま感情を表に出す人なので、うん、本当にあのドラマ CD の時でもいろんな表情をこう演じるのがとても楽しかったですね、うん、そうですね。何を笑ってるんですか、うん、宮野くんのアドリブがね、いつもアドリブなんてしてないでしょ。あったあった、本編じゃなくて特別版とかね。おまけの方ね、おまけの方はさ、しょうがないですよ。おまけの方がもうね、
宮野くんが面白おかしくやってるんだけど、ヨギにしかやっぱ聞こえない。ヨギってこういう人なんだろうなって。あ、ありがたい。気がね、ものすごくいつもしてて。あ、嬉しい、嬉しいです。ただ吹き出すのにいつも困るんだよね。なんかその場をね、楽しもうとしてる感じがとても素晴らしいなと思って、それがこう、本当にムードメーカー。おまけはね、よりこうさ、コミカルな部分があるから。おまけのじゃんけんのくだりは本当ひどかった。いつなの？どのタイミングでじゃんけんポンなの？分かんない。分かんないっていう、ね。これね、知ってる人いるかな？見てくれてる人いるか、聞いてくれてる人いるかな？そうですね。皆さんぜひともね、ドラマ CD の方聞いていただけたらなと思いますよ。みんなが困る感じがとても僕は申し訳なかったです。今か今かと周りが待ってんのに、まだその下り続けんだ。勝利の目が見えない。まだ1からなんだ。どっちにほほえむ、ほほえむ、どっちみたいな。やりづれ。あれ楽しかったな。はい、そしてですね、はい、まあヨギといえばニャンペローナでございます。ありますか、ニャンペローナも。ニャンペローナ、先ほども出てきましたがこちらです。ドン。はい、ニャンペローナは着ぐるみ作ります？誰が着るんですか？いいよ。マモちゃんでかいよ。でかいっすよ。でかいよ。ちゃんと俺サイズに作んないとね、うん、多分これよりもスマートな格好になるよね。っていうかね、怖いよ。マモちゃんクラスの背の高さだと。多分マモちゃんクラスのニャンピョロなんかこう来るんだよ。去ってくるわけでしょ、うん、だってこういう感じになるわけじゃん。そうそうそう。2メートルぐらい。2メートルぐらい。2メートルですね。2メートル超える。超えるよ。3メートル。じゃあ3メートル怖っ。自転車立ちこぎしたら4メートルになるよ。そうだよ。怖いですね。怖いぜ。それはもう子供には見せられないぐらいの。そうだよ。ちょっとした恐怖だぜ。その高い。急に作るんだ。高い位置からキャンディーをこうくれるんだよ。場合によっては届かないよ、子供の大きさによっては。、うん、楽しみですね。そうですね。手ぐるみできるんだ。四角いっぱいあるぞ、きっと。見えないとこで子供をガンガン引いてるから、うん、怖いわ。ボンボン。さあこちらの方もね、着ぐるみも楽しみにしていただきたいなと、いうことでございます。はい、そして先ほどご紹介しましたけれども、こちらドン、つくもペローナ、つくもちゃん、つくもペローナ、つくもペローナってかわいい、はい、コスチュームがかわいい、ね、はい、キャラクターボイスはですね、遠藤彩さん、ドラマ CD と変わらず遠藤さんということでございまして。えってなんすか。え、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと天然なだけなんで。ちょっとですか。ちょっとじゃないですけど大丈夫です。ちょっと天然なだけです。そうですか。はい。まあみんながいいって言うんだったら僕も。なんでですか。ちょっと。なんでちょっと引き気味なんですか。みんなが言うならじゃあ僕、なんで引き気味なんですか。みんなで全然大丈夫です。はい。可愛いですね。つくもちゃん、はい、ヨギと同じくサーカス2号艇に所属するということで、しております。ヨギと共にナイト瓦礫の世話係になるクールで心優しい美少女。美少女ですよ。確かにクールだよね。クールですね。クールだけどすごいこう世話を焼いてくれて。本当にね、いつも優しい。気の利く人ですよ。そうね。本当にね。さあということでね、もうお二人もお気に入りのつくもちゃんでございました、はいはい、以上のメンバーでお送りしてきます、ね、違います、まだありますよ。もっとキャラクターいっぱいいるけど、紹介できるキャラクターまだございますよ。します、しません、やめましょうか。やめましょうか。ちょっとだけ見ようか。じゃあじゃあそうですね、じゃあちょっとだけ見て判断する。わかりました、じゃあちょっとだけですよ、せーの、小野さんです。よし、OK ですか。あ、一応じゃあ、平戸の、紹介だけしようかな、サーカス2号じゃあ見せようよ。じゃあ見せようよ。はい、ということで、先ほども言いましたがキャラクターボイスは小野さん、小野さん、はい、はい、サーカス2号艇長でございます、列車のハイジャック事件で遭遇したナイト瓦礫に興味を持ち2人を保護する。やばい、かっこよすぎる、うん、はい、というふうになっておりますね。男前ね、やばい、うん、かっこいいっすな。かっこいい、本当にね、大人の男っていう感じがね、うん、しますけれども、はい、ということでこちらがヒットとなっております。はい、ということで、うん、まあ、今回はですね、ここまででございます。はい、はい、この今後ですね、その他のキャラクターについてはゼロ様本誌で紹介していきたいと思いますので、気になる、じゃあぜひともゼロ様買ってください、はいはい、よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。お楽しみに。さて、カーニバルのドラマ CD ではおなじみではございますが、キャストトークという毎回テーマトークを設けられてね、皆さん、さまざまなトークをしておりますけれども、はい、今回もテーマトークあるそうです。お、はい、今回のお題は
レジャー。あー、みんなで遊びに行くなら的な、そういうことです、そういうことです。もうそういう思い出だったりとか、こういう風なところに行ってみたいなとか。確かに確かに、あのカーニバルのね、メンバーもね、うん、ピクニックしてましたしね。ね、楽しそうですね。はい、なのでまあ今回はレジャーというお題で、このメンバーでどこ行きたいかみたいな。まあどこ行きましょうか。いいじゃないですか。おー、とりあえずは何食べる何食べる、うん、土壌土壌行くか。土壌行こう。おー、土壌ね。土壌食べ行こう。土壌食べたいかい。いきなり土壌かい。美味しいよね。美味しいよね。美味しい。なんかなかなか土壌食べる機会ないでしょ。そうですね。なんか美味しいところがあるっていう噂は、なんかお二人は行かれたって話はね。美味しいよな。来ましたけれどもね。うん、行こうぜ、じゃあ土壌。うん、土壌行こう。いや、ぜひとも飲みに行きたいなっていうのは。あ、飲みに行きたいですね。うん、飲みに行きたいですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。うん。島さん飲むとどうなっちゃうんですか。え、島田さん飲むとですか？なんかどんな感じになっちゃうんですか？島田さん飲むと、よりおっさんになりますね。その見た目なのに？うん、中身が。ショック。本当ですか？やさぐれちゃうんですか？やさぐれるわけじゃないです。下ネタ？陽気なおっさんになるだけです。ああ、めんどくさい方の。まあ、めんどくさい方の酔い方をするってことでよろしいですか。まあめんどくさいかどうかわかりませんけど、うるさいですね。もうこれもんの、いやちょっとみたいな、急に気が大きくなっちゃって、いや触れはしないですけど、ただ浴びせかける声の音量が多分痛いっす、痛いっす、こうなっちゃうんだ。いや違います、ちょっと力がさコントロールできなくなっちゃう人いるよ。そうそうそう、痛い痛いっす、やめろっつ。女性に多いやつですよ。はい、まあそんな感じです。え、お二人は酔われたりとかってするんですか？僕ね、頭すぐ痛くなっちゃうんですよ。あら、じゃああんま飲まない。そうなんです。あんまね、酒がね、体質に合わないんですね、きっとね。そうなんですか。宮野くん、陽気になるよね。陽気になりますね。この間、俺、下野さんに見られたな、陽気になってたところ。飲んだ場所で、随分陽気になってたなと思って。どういう陽気でしたの？いや、なんかもう、陽気になって、うん、なんかその場のみんなとイエーイみたいな感じになってましたよ。まあまあそれはしょうがない、一応ね、うん、まあ、ね、打ち上げだったから いいじゃないですか。でもいや、よー、下野さんをいじっちゃったその後。そうそう、立ち悪いね俺の方がね。いや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 、全然面白かったけど。あ、本当ですか。イベント終わりにすごい無茶ぶりを。さあ、確かにそう、陽気になる。そうそうそう、陽気になっちゃうね。マモちゃんよくグラス口に入れてるよ、ね。ああ、それもやっちゃう。それもやっちゃう。俺それ見たことある。楽しくなってやっちゃう。どんぐらいまでいけるかやっちゃう。やっちゃう。マモちゃん、ホリケンちゃんにいけるから。いけたみたいな。やっちゃう。やっちゃう。それよく見るね。うん、あとどこに行く？飲み行く以外に。野外。野外。キャンプとか。キャンプね。うん、行きたい。キャンプ行くとしたらなんかバーベキューとかさ。行きたい。あー、いいですね。キャンプなんて全然やってないな。やってないでしょ。やってないですね。テントに泊まってみたい。あー、テント泊まったことない。テントは本当に小学生かなんかの時に1回ぐらいする、ね、あんの、ありますけど、いいの。いやでもね、ほとんど覚えてない。うん、なんかテントって憧れますね。憧れる。うん、寝袋に入って。ああ、寝袋憧れる。ねえ、俺わけ意味もなく本当に一人暮らしし始めは、うん、寝袋に寝ようと思ってたもん、うん、布団買わないで。ああ、憧れがあったから。うん、でも布団買っちゃった、まあ、っていう話、まあまあまあ、っていう話、ね、っていう話、うん、ね、まあ結果ね、寝袋ね、どう考えてもね、あれね、ダメだからね。あ、そうなの。全然リラックスできない。そうなの。もうなんかもうダメだこれ。そう、家で寝袋っておかしいなって思って布団買ったの。あ、うん、それでね、そうだね、気づくて良かったかな。でもあれ憧れ、入ってみたいわ。まあね、こうやってやってこう寝てみたいよね。寝てみたい、うん、しんどいの分かってんだけど。そう、結構ね、汗すごい、もう全然ね、あの通気性悪すぎるから。入ったことある？すごい汗だくになるよ。へー、朝起きた時に何だろう、俺水でも浴びたのかなって思ったもん。びちょびちょ、そんなびちょびちょなったなった。いや、まあでもね、テントいい、うん、行ってみたいね。いい、うん、カーニバルのメンバーで行きますか。行きたい。もう行くかい。山登ろう。山登るかい。マーヤー登るかい。マーヤー、マーヤーリーノー帽子を、リーノー帽子を、マーヤーリーノー帽子を、うん、ほら涼しいし、上の方確かにね。星見をみんなで寝る。あ、星見たい。星しい、星見たいね。流れたよっつって、それだ。何願ったのっつって。距離感おかしいけどね。平和だよ。距離感おかしい。多分距離的にこのこれぐらいだと思うね。ここでいいけど、平和願ったよーって。すげえ遠い。それいいねーって。なんで顔の角度がちょっと決まってるの。誰だ、毎回誰と話してる。
でもそれいいじゃないですか。いいね。いいですね。星綺麗なところにキャンプ行きたいです。あ、キャンプいいですね。確かにね、なんかこう、まあ、遊園地とかそういうようなところもね楽しいとは思いますけど、うん、なかなかできない自然の中に行こうよっていうのはね、うん、いいですね。入り口は遊園地でもいいよ。入り口遊園地からの、うん、テント。なんかみんなと遊びたいんだよ。あ、入り口ってそういうこと、うん、もうみんなでいっぱい遊ぼうってこと。そうこのメンバーで、うん、その日にじゃないんだ。まず飲み行って遊園地行っ て, 行っていっぱいやろうってやつ。そういうこと。やろうよって、うん、なんなら映画とかでも映画行こうよって。普通じゃん、普通に映画、映画は普通に遊んでんすごい面々が映画でこう並んでるわけですよ。いいじゃない、いいじゃない、騒然ですよ、本当に、うん、パニックになりますよ、場合によっては。そうそうそう、あ、楽しかったもんね、うん、え、どうも、いた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 、ほら一緒に映画見に行って。すごい、そうそうそう、パニックになりませんでした。すごい、すごい面々で、うん、自分らの作品に行きましたね、そういえばね、はい、楽しかったですね。楽しかった、うん、そういうのやろ、そういうのやろ、そういうのやろ、うん、まあ、そう、うん、そういうのやろ。終わった後に遠藤彩ちゃんにコメント聞こうよ。どうだったって、うん、とんでもないこと言いますよ。あ、そのコメントをしっかりとね、そうそう、なんかどっかで反映させてね、反映させて、そこ見てたのみたいなとこ見てくれると、うんうんうん、なるほどね。じゃあもう映画も行くし、うん、遊園地も行くし、うん、星も見に行きましょう。だから結果、仲良くなろう。そうだね、そうだね、仲良くしよう、そうだね。ほら、これからほらマイクワークとかも大変だから。そうかそうか、その辺もね。そうそう、それも仲悪いからガンってぶつかって、ダンってなる、ダンってなって、うん、こうやってなって見たことねえよ。そうなるから。なるほど、そうならないためにも、そうならないためにもみんな仲良くなると、ね、共有しようぜ、しようぜ。じゃないとないのセリフの裏で全部みんな咳払いするよ。そうだよ、リテイクリテイク、仲良くなりましょう、なりましょう、やろう、やりましょう、マイク吹くよ、やりましょう。はい、喋ってる最中それ多分ね、夫婦やってる方が普通に怒られると思う。ボコボコ、それはそれはさすがに普通に怒られると思う。亀井さんちょっとやめてください。遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう、みんなで遊びに行きましょう。はい、うん、ということで、カーニバルのみんなで遊びに行くことになりました。イエイ。はい、ということでね、まあ、これからも、ね、我々頑張っていきたいと思いますので、ね、応援していただきたいと。締めるのがうまい。今完全に迷子になりましたね、私ね。そんなことないです、大丈夫です。カンペ出されて何書かれてるのかなって見てたら、あれどこだっけっていうね、進行がうまい、はい、ついていくっす。俺らついていく、みんなで、みんなで、みんなで作っていきましょう。今のね、そういうことだ。はい、ということで、総合技術ですからね。そう、はい、アニメはそういうことだね。僕らこんな感じでアフレコ頑張っていきたいと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。さあ、ということで、そろそろ本当にお別れのお時間でございまして、最後にですね、ファンの皆さんに一言ずつ。続けますか、まだ。何が、って言ってましたけど。よっしゃ、もう時間ないですよね。メッセージ、メッセージ、メッセージ、よ、お伝えしましょう。ね、はい、ということで、ではまず神谷さんから。お、私ですか。はい。いいんですか。いいです。ぜひとも。特別ですよ。わかりました。カーニバルが2013年の春から始まるということで、今日はこうしてみんなで集まってお話をさせていただきました。一生懸命キャラクターに魂を吹き込むために気合を入れて日々精進していけたらと思っております。精進、武士じゃん。顔がもう感心してたよ。いい顔してるんだよ。よろしくお頼み申し上げます。はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。あ、いいですか。あ、はい、素敵な顔してたな。では、はい、宮本君、私もですか。はい、カーニバルという作品は皆で力を合わせ、ちょっと歌舞伎みたいな、作ってきた。ちょっと変えましたね。作品です。それがアニメ化ということに当たり、何見たんでしょうね。もっとチームワークを高め精進していく次第でございます。お、皆様応援のこういう犬たまにいますよね。おー、完全歌舞伎だよ。よろしくお願い申し上げます。大丈夫ですか。
大丈夫ですか。意外と何も伝わってないんだけど。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。頑張るんだなっていうのがちょっと伝わった気がします。後半ちょっと楽しくなっちゃったね、はい、下野さんがもう真面目 に私本当にこれいいですよね。振りじゃないから大丈夫です。振りじゃないですよね。大丈夫です。本当ですよね、大丈夫です、うん、なんかあのこの DVD を見た人が時間を返せっていうようなことになりかねない。そうですよね。なりかねない、いいんですよね、いいんですよね、主役としてもバシッと、はい、バシッと。なるほど。振りじゃない、振りじゃない、振りじゃない、あと間が長い、すっごい迷ってたのがちょっと今完全にね、僕の脳内で会議が行われてました。今どっちですかって、どっちですかっていうね、いや可愛かった、考えたんですけど、結果にはそしたらね、止まるっていうことになるんですね。お久しぶりにすごい人の葛藤を見た。自分でもびっくりしましたけど、はい、やるならすぐ、ごめんなさい、バシッと、もうバシッとお願いします、本当に普通に、はい、ということで、はい、まあ、カーニバルがアニメ化されるということで、今までファンだった方もですね、これからアニメを見られてから、見ようと、アニメからファンになっていこうと思っている方もですね、うん、我々役者そしてスタッフともども、一生懸命カーニバルを面白い作品にしていこうと頑張っていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、といったところで、ね、今現在鋭意作成中ということでございますので、はい、ファンの皆さんに喜んでもらえるように頑張っていきます。アニメになっても引き続き応援よろしくお願いします。2013年春をお楽しみに。